FM ナックファイブ埼玉 Z マップ、こんばんは、荻野ゆかです。この番組は毎週異なるメッセージテーマで埼玉県にまつわるエピソードを募集し、リスナーの皆さんとオリジナルの地図 Z マップを作り上げていく番組です。本日作るマップはこちら、埼玉 ×25 歳の自分へマップです。春日部市、ラジオネーム春日部のクレヨンこうちゃんさん。25歳の自分へ。合コンで遅れてきた女の子が初対面の私の顔を見て開口一番、猿みたいと叫びますが、後にその子が私の妻になるのでドン引きしないでください、実はいい子ですマッピングマッピングすごいね。え、遅れてごめんなさい、え、猿みたいでもすごいよね、何があるかわからないよね。猿みたいって思われても運命だからさ、やっぱ今奥さんになってるってすごいよね、何があるかわからないね。熊谷市、ラジオネーム熊谷昼寝男さんの25歳の自分へのメッセージです。25歳の時に友人と初めて群馬県の榛名湖にワカサギ釣りに行きました。テレビでよく見ていた氷の上に穴を開けて釣りをする姿に憧れており、釣ったワカサギの天ぷらを食べるのを楽しみに念願の氷の上でのワカサギ釣りに行きました。しかし現実は甘くなく、氷の上は冷たい風が吹き荒れて、とにかく寒くて寒くて、じっとして釣りをするどころではありませんでした。25歳の自分へ。テレビでは寒さまで伝わらないので、足元まで完全防寒をしてください。しかも一匹も釣れないという結果が待っていることを覚悟して、氷の上でのワカサギ釣りに行くようにしてくださいマッピングマッピング要するにちゃんと防寒対策をしていってね、そして一匹も釣れないよってことだよね北立郡、ラジオネーム赤石志藤さんの25歳の自分へのメッセージです。25歳の俺、ハードジェルで髪をガチガチに固めてオールバックにしたまま寝るなよ。ちゃんとシャンプーして育毛トニックでマッサージしておけ。50歳になるともう髪の毛いじれるほど残ってないからなマッピングマッピング後悔だねこれは悲しいななんかそうだよね。いや今さっきねメッセージくれた2人の子もちゃんとね、今のうちにシャンプーして育毛トニックでマッサージしておけってお兄さんからのメッセージがありますから、そうしましょうね。そっか、やっぱこうそうしとけばよかったなっていう思いがあるんだね、明石志藤さんは。川口市、ラジオネーム四角いメガネさんの25歳の自分のメッセージです。17歳、わお、17歳の子だ。25歳の自分は中学校教員技術家として働いていると思います。まだまだ教員として未熟だとは思いますが、子どもたちに分かりやすく楽しい授業ができてるといいな。教員は大変な仕事だけど、やりがいがとても大きいから頑張ってくれ。25歳の自分マッピングマッピング、明るいね、いい明るい未来しか待ってないね。頑張って、応援してるよ。きっと中学校の技術科の先生になれてると思います。頑張ってね。埼玉市、ラジオネーム三橋のマイケルさんの自分、25歳の自分へのメッセージです。25歳の時、社員旅行でハワイに行きました。ハワイのショッピングモールのアウトレットに行ったら、欲しかったブランドの靴が安かったので買いました。帰国して家に着いてからワクワクしながら開封したら、両方とも右足用でした。返品もできず、そのまま処分しました。右足しか試し履きをしなかったので、両足の試し履きをしなさいとあの時の自分に言いたいです。そんなマッピング、マッピング、そんなことあるの。私海外だからちょっとね、もう海外行かないとだからもう交換できないもんね。もうこれは本当に要確認だね足立区、ラジオネームガイクさん、25歳の自分へ。今は入社4年目の平社員ですね。自分よりも優秀な同期や先輩に囲まれて、自分は今のままでいいんだろうか、もっと仕事ができるようにやらなきゃと焦りを感じている頃かと思います。でも大丈夫、その後あなたは仕事を頑張って主任係長と順調に昇進していきます。そしてあなたの人生で一番の大仕事で大きな成果を収め、13年後には課長への昇進が決まります。自信を持って今の仕事に取り組んでください。マッピング、マッピング、
これはさ、まだ25歳になってないこれからの子にもさ、すごく響くことなんじゃないかなと思います。そうだよね、何があるかわからないもん、頑張るのみだよね。ありがとうございます。なんか私も頑張ろうって思った。松戸市ラジオネーム酸味の効いたいちご大福さんの25歳の自分へのメッセージです。荻生花さん、25歳のお誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。25歳の時、埼玉県の実家を卒業して千葉県で今の夫と同棲を始めました。恋人と同じ家で生活できる幸せや、母や兄弟の元を離れて大人として一人前に生活するドキドキを今でも覚えています。25歳の私、実家卒業おめでとう、家事も仕事も頑張れとエールを送りたいです。マッピング、マッピング、素敵だね。実家卒業するって勇気がなかなかないけど、今が幸せでよかったですね。栃木県ラジオネーム浦部さんの25歳の自分へのメッセージです。荻生花さん、こんばんは。こんばんは。25歳の時に大宮公園で高校野球の応援に行っていました。その時に炎天下にあった飲み物を飲んでお腹を激しく壊しました。高校野球の応援どころではなく、ほとんどトイレで過ごしました。だから25歳の自分へ、その飲み物は飲むな、マッピング。マッピング。飲むな、本当だ、炎天下ので飲んだら危ないって。本当飲むなって言ってあげたいね、危ない。メッセージありがとうございました。2月25日日曜日夕方6時からの埼玉 Z マップ、皆さんと作る Z マップは埼玉×熱中マップ。応援していた母校の野球部が甲子園に出場した時に熱くなりました、ゲームに夢中になりトイレに3時間いました、など熱くなったことを教えてください。荻野ゆかでした。